準備のところまで5分ほど、解説をさせていただきます。次は京町神楽保存会。いや、京町ってどこにあるのかということなんですが、皆様から向かって右側の方、東都市です。富士市があります。左手の方、西側の方に二戸市があります。ちょうど富士市と二戸市を一直線にした真ん中へ、この辺りに、広町という、まあ、地域がございますが、釣りが好きな方は渓流釣りで、まあ、富士渓流有名ですので、まずこのちょうど上流辺りが広町ということになります。まあ、広町はもともと旧山形村、まあ、山形村ですね、行政区画になっているんですが、山形村は平成18年に町村合併で久慈市山形町になりました。昭和13年の山形町史という本があるんですけれども、まあ、それでちょっとヘロカメラについてですね、調べてみたところ、今でこそヘロカメラと呼んでますけれども、もともとはヘロ町の南の方にありますニカルベというところに内村という地域があります。そこが中心であったと言われています。まあ、それは戦後一時衰退して、昭和40年頃になりまして、近くの久野江村の、まあ、これ有名なところですけれども、江差鹿神楽、この江差鹿神楽から習って、まあ、広町でも盛んになったと言われています。ところが、まあ、高度経済成長期になりまして、男性の働き盛りの手がですね、出稼ぎで、まあ、不足してしまって、女性たちが中心の神楽になりました。まあ、平成以降、高齢化がすごい進んでしまいまして、大人の内定が減少したために、今度は地域の子どもたちに広めようということで、教育活動の一環として、練習するようになったそうです。で、広町小学校、ここで、まあ、子どもたちに神楽が平成5年から始まったということです。ところがここもですね、平成24年に平成24年3月に広町小学校が三軽部小学校と、まあ、一緒になって、まあ、少子化によってですね、そして山形小学校に統合されてしまいました。で、広町小学校がなくなってしまったんです。まあ、それでも広町小学校に勤務していた今日お囃子の方で一番左側で笛を吹く方なんですが、上山徳先生がこの広町神楽保存会の事務局になりまして、子どもたちに、まあ、そのまま指導したということで今日に至っています。まあ、現在は会員11名ということだそうです。京町神楽は演目が10以上あるんですけれども、今日は皆さんのプログラムになります3演目披露いたします。最初の舞は式舞の3場そうです。1の舞、2の舞、3の舞と3部に分かれておりまして、まあ、会場、新築会場、家を建てたりですね、そういう新築会場を祝ったり、五穀豊穣を、まあ、祝ったりする、とてもおめでたい舞だということです。まあ、先ほど、新山神社神楽で三番叟を演じてますけれども、全くこちらは違います。まあ、見比べて見ていただければよろしいかと思います。では、三番叟を演じるのは、広町神楽保存会会長の長坂裕太さんです。それではよろしくお願いします。火は出るとも常に絶えず
ありがとうございました。次に、あれが通商法人となります。通商法人というのは、高間原、天ですね。天の高間原からやってきた、神様で、地上の悪液体さん、また、死難つくめつを、まあ、その様子を演じた前なんですけれども、片足で大きく大地を踏みます。まあ、これが悪霊をこう沈めるというこういう舞なんですね。で特にあの広町の風情工事がお面かぶってますけれども、そのお面が真っ黒く牙を生やして目をギョロッとしたお面ですので、それも見ていただきたいと思います。で一つだけあの見どころを紹介しますと、風情工事は3つの所作に分かれています。最初はあの面をつけて舞手が陰陽を結びながら、陰というのは銀票を通したいかん、こういうふうな陰を結んでですね、大きく足踏みをします。それを変舞と呼んでます。で2つ目の舞、2枚目、まあ、2つ目の所作は面を今度は床に置いて剣を抜いて両手で持って、まあ、前後左右に振りながら大きく振り回します。で最後にはその剣を床に置いて、右手に持った扇で持って扇子で大きく振り回して舞を踊ります。まあ、本来は風情工人はあのあれがですので舞手が一人で舞うんですけれども、今回は、久保睦美さんと山形小学校5年生の中村慎君の2人で舞います。それでは風情工人よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.